エリック・ファンデラールデンは、ベルギー、ルメン出身の元自転車競技選手。1986年のツールド・フランスポイント賞、獲得や、デ・パンで3日間4連覇などの実績を挙げたほか、クラシックレースでも活躍したメースプリンターであった。1983年に、プロ転校、アーナウト所属、ツールド・フランスのプロローグを制し、2日間マイオジョーヌを、検事、 ウェルター・エスパーニャ第2、11ステージ勝利。1984年、ベーター・ポスト率いるパナソニックに移籍。国内選手権、個人ロードレース優勝。ツール・ド・フランス第10、23ステージ勝利。ツール・ド・スイス区間3勝。パリ・ブリュッセル優勝。1985年、ロンド・ファン・フラーンデレム優勝。ヘント・ウェベルヘム優勝。ツール・ド・フランス第13。 19ステージ勝利。オランダ一周総合優勝。1986年、e ンプライスフランデレミ優勝。デパンネ3日間総合優勝。ツールドフランスポイント賞獲得。1987年、パリ・ルーベ優勝。デパンネ3日間総合優勝。1988年、デパンネ3日間総合優勝。1989年、 デパンネ3日間総合優勝。ツアーオブアイルランド総合優勝。1990年、ブックラーに移籍。1992年、ブエルター・エスパーニャ第17ステージ勝利。1993年、ワールド・パーフェクトに移籍。デパンネ3日間総合優勝。1994年、ブレシャ・ラートに移籍。1996年、サンマルコグループを経て、 パルマンスに移籍、同年引退、ありがとうございます。